玉鋼。玉鋼とは、日本の古式製鉄法であるたたら製鉄の位置方法。ケラ押しによって、直接精錬された鋼のうち、良質なものに対して付けられた、明治期以降の古障。時代によって、その定義や、等級分けが異なるが、現代では最上質の鋼として、日本刀の製作には欠かせないものだとされている。たたら製鉄においてケラオシ法が発生したのは、 天文年間1532から1554年の針間におけるチグザ鋼からとされているが、その直接成功法によって生み出された鋼から選別された不純物の少ない白く輝く極上品のことを白鋼と称しており、これは現代における玉鋼に相当するものだと考えられている。慶長年間1596から1615年、 その頃には、畜作工や、それに類する鋼が、日本刀の製作に盛んに使われ始め、刀身の地金が、それまでの時代のものと異なるために、慶長以降の刀を、浸透と呼称するようになった。畜作における成功は、江戸期に入ってからも続き、日本刀の材料としても引き続き使用された。その後、江戸後期になると、券押しは、出雲を中心に盛んに行われるようになり、 近代諸島にかけて最盛期を迎える。1750年代には、出来上がった不均質な鉄の塊である、ケラを、大道呼ばれる装置で破砕し、質や大きさによって細かく選別する技術が出現していた。選別された各種の鉄のうち、鋼は、作り鋼と総称され、さらにそれを良質な、コロ鋼、ゴロコウより、小ぶりな、目白、 1>, 1 5メートルほどの小辺である砂味、ジャ味、細かく粉砕された作り粉などに分類した。未だ玉鋼の名は見られないものの、法歴年間1751から1763年、五路よりの日本刀の地鉄は、現代の作とほぼ同じ無地風の特徴を有しており、当時すでに同質の鋼が使用され始めたことを示している。その後、 ようやく玉鋼の名称が現れるのは明治時代の中期になってからである。明治期も半ばに入ると、より安価な外国製鋼材の流入によってたたら、業者たちは徐々に経営が圧迫され始めていたが、年生に乏しい輸入鉄が主に建築材として用いられていたことに目をつけ、粘りのあるたたら鉄折り区海軍に対して売り込むことを模索していた。一方で、 創世期の日本陸海軍においては、兵器用鋼材を輸入に頼る現状を打破しようと、独自に成功を行うことを目標に掲げ、海外に技術者を派遣して、成功技術の習得に努めた。そのような中で、海軍は、明治15年、1882年、東京築地の海軍兵器局内に建設された、製功所におけるルツの製造に際し、 試験的にタタラ製の連鉄と鋼を使用したが、その約1キロ,グラムキログラム程度の紹介に砕かれた鋼が、玉鋼の名称で呼ばれた。その翌年には、海軍関係者が、島根県のタタラ業者を現地視察し、改めてその製品や生産量について調査している。タタラ鉄の品質の良さを認識した、海軍省は、明治十年代末から二十年代にかけてたびたび、 タタラ製品を入荷し、管轄の各製鋼施設において、原材料として使用するようになる。一方で、タタラ業者たちは陸軍に対しても、鉄材を納入しており、赤字経営が続く中、徐々に軍需産業との結びつきを強めていった。ただし、この時期は、陸海軍ともにルツボ製鋼や3トン、T 級の小型酸性兵路による操業が主流であり、 未だ小規模操業の域を出ていなかった明治28年、1895年に日清戦争が終結した後、それによって得た多額の賠償金をもとに大幅な軍備拡張予算が通過すると、海軍は鉄鋼材の大規模な生産に乗り出し始める。明治30年、1897年、海軍はクレ兵器製造所内に12トンの 大型酸性兵炉を設置するが、たたら鉄の含有不純物、特にンの少なさに注目し、本格的に兵器用徳志向の材料として購入を開始した。その際、選別された炭素量0.8から1.8%の鋼のうちで最上級のものをコロコをそれよりやや炭素量の低いものを玉鋼と名付けた。当時の夜勤学者である、 タワラ一は、著書の中で次のような分析結果を示している。この当時は、必ずしも玉鋼を最上級品と定義したわけでは、なく、また、各たたら業者間での企画、製品名の統一も完全ではなかった。なお、玉鋼の古源については、諸説あり、ルツボ成功されたものが、大砲の玉、玉の製造に使用されたため、という説が存在する一方、 人間の拳台に割られた鋼を玉と故障していたことから発したという説もある。海軍ではその後も鋼の増産に努め、日露戦争が始まる明治三十七年、1904年頃より生産量を大きく伸ばしたが、それに伴いたたら、業者との兼量鉄の契約量も増加していく。ただし、当時の呉海軍交渉に納入された鉄材のうちの、 多くは輸入鉄であり、対する、たたら鉄の割合は、全体の2割程度に過ぎなかった。また、その頃には、玉鋼の契約量はすでに減少しており、鋼の売買はコロコロが中心となっていた。日露戦争終結後の明治40年、1907年、不況の到来とともに、たたら業者の経営は徐々に厳しいろいとなってゆく。海軍へのタタ製品の納入は、 経営難になりながらも続き、第一次世界大戦中には一時的に製造量が急増したが、大戦後の軍縮ムードの中で一転して、急激な減少を記録し、さらに、ワシントン海軍軍縮条約によって、決定的打撃を受けた。たた製鉄は、大正12年、1923年に一旦、操業終了したが、昭和6年、1931年に、 満州事変が勃発するなど世間に軍国主義的、民族主義的な色彩が強まる中、軍刀用の鉱材生産のために復活が望まれるようになる。それを受ける形で、昭和8年1933年、財団法人日本党鍛錬会が事業主となり、安国たたらとして創業が再開された。刀の鍛錬所は安国神社の境内に置かれ、 島根県二田郡鳥上村大寮に再興されたたたらが、鉱材を供給することに決まった。その際、製品の中で最上質の鋼の名称として、玉鋼が用いられ、さらに上から鶴、松、竹、梅の4段階に、等級分けされた。また、玉鋼よりも、貝の生産品として、目白、作り粉、品質の一定しない、ふけら、ぶけら、 ふけらが細かく砕けた、けらコマなどのほか、大量の先鉄ができる。それらのうち、一部は、火事場での加熱、鍛錬により脱炭されて連鉄、その形から、包丁鉄と呼ばれたに仕上げられた後、刀身の新鉄などに用いられたが、多くは、安木成功所に払い下げられて、成功材料として使用された。創業は、昭和十四年、1939年のピーク時で、 年15回、12年間の総計で118回行われたが、1回あたりの玉鋼の生産量は平均4 3 0ラムである。その結果、安国たたらは第二次世界大戦終結までに約50トンの玉鋼を生産し、それによって約8100ぶりの日本刀が打ち上げられた。大戦終結後、連合国による武装解除によって、 軍刀の需要が見込めなくなった安国たたらは創業を停止した。連合国軍最高司令官総司令部は日本刀を武器とみなしたため、一時はその存在自体が危ぶまれたが、日本側の必死の努力が実を結び、美術刀剣として登録性による所持が認められることとなった。多くの刀工が廃業を余儀なくされる中、数少ない刀工は、 安国たたらの在庫などを使って、作刀を続けたが、やがて、それらも乏しくなると、たたら製鉄の再開を望む声が上がり始める。昭和52年、1977年、文化庁の支援と日立金属や杉工場の技術協力のもと日本美術刀剣保存協会が事業主となり、島根県二田国横田町、現、 似た軍をクイズムの靖国たたらの遺構を補修する、形でき刀多もたたらとして、復活に成功する。靖国たたらと同様、製品のうち最高品質の鋼に、玉鋼の名称を付けたが、等級の区分は異なっており、一級品から三級品までの三段階に分けている。また、玉鋼よりも貝に、目白や、銅、下、おろし金用、 ズくといった製品が存在する。ひかたなタもたたらは一回の創業で約2トンのケラを算出するが、その中から玉鋼一級品に当たる部分は約2割程度しか取れない。また、安国たたらまでのケラを四方では、各種の鋼の他にそれと同程度の先鉄ができるが、ひかたなタもたたらは先鉄をあまり算出しない特徴を持つ。創業から平成11年。 1999年までの23年間の創業回数は計102回であり、ネオ平均で4、5回のペースであったが、その後は回数が減少傾向となり、平成20年代後半には年3回の創業に落ち着いている。玉鋼製造は昭和52年、1977年、国の剪定保存技術として剪定され、同年、たたらを監督する。 村下として、安倍義蔵と久村幹事がそれぞれ選定保存技術の保持者に認定された。平成29年、2017年現在の現役の村下としては、昭和61年、1986年に木原明が平成14年、2002年に渡辺克彦がそれぞれ選定保存技術の保持者に認定されている。 たたら製鉄で作られた鉄は元来は様々な用途に使われてきたが、安国及び日方なたたたら、以降はほぼ日本刀製作専用の鋼材となった。玉鋼が日本刀の製作に不可欠であるという主張の根拠として、第一に単節が容易であることが挙げられる。玉鋼は現代鋼と比較して、有害不純物、特にンと硫黄の含有量が非常に少ないため、 悪れくく、作刀の際の激しい折り返し鍛錬にも耐えられる、高い単節性を持つ。また、それによって、炭素量の調整と均一化、海材物の小型化と分散化を実現でき、優れた地鉄を持つ日本刀の製作が可能だと、されている。一般的に、鉄は熱して赤めると急速に酸化が進むため、表面に形成された酸化膜によって単節ができない状態となる。 それを除くのに通常はフラックスが用いられるが、玉鋼の場合、鍛錬する際に絞り出される鉄紙が、炭雪面を洗い流す作用を持つため、酸化膜が、機体がによって、簡単に剥がれ落ちる利点もある。一方で玉鋼を使用しない投稿も存在し、小規模たたらによる、自家成功を行う例や、古金を利用する例などがある。前者の例としては、 国の重要無形文化財の保持者、いわゆる人間国宝であった、天達義をはじめ、真鍋淳平、上田助貞などが挙げられる。天田は玉鋼を刀の地鉄が明るくさえ、刃の切れ味にも優れると評価しつつも、地鉄に孤島のような変化が乏しく、深みに欠けるとして、自家成功の可能性を模索した。また、真鍋は、 鎌倉期の総集伝のような変化のある地鉄を再現したいと追求した末、自家成功にたどり着いたと語っている。いずれにしても、日本においては、法律の規制を受けるため、制作できるのは、美術品として価値のある刀剣のみに限られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。